おはようございます。今日もねネットカフェで動画編集してました今日は栃木県から出発です。いい天気です。それじゃ行きましょう。今日はどんなドライブになるかな。はい、今日もスタートしました。今日は快晴の栃木県からスタートです。今日は栃木から茨城の方へ向けて走っていきます。茨城のねなんか滝を見に行ったりとかね、あと筑波山とかも行ってみたいですね。今日は天気がいいんでドライブを楽しんでいきたいなと思いますね。さあ今日は朝8時からの順調な滑り出しですまずは栃木から茨城の方へ向かって走っていきましょう。行くぜ。さあ国道4号線を那須塩原桜方面向かっていきます。桜っていう地名があるんじゃね、なかなか洒落た地名やなと思いながら、栃木を走っていきます。朝の国道はすごくね空いてますね。国道4号線流れはとてもいいです。でこのままずっと走っていってね、途中から山の方へ向かっていって、それで茨城へ入る、そんな感じですね。福島まで156キロとかね、そういう地点いますね。朝は順調です。さあしばらく山の中を走って、今栃木から茨城県に入りました。茨城県入りです。国道461号、すごい山の中を走っています。茨城に入ったところなんですが、この先行くとね袋田の滝っていうなんか日本でも3本の指に入るでっかい滝があるらしいんで、そこに行ってみようと思います。冬の寒い中滝を見に行くっていうのも、なかなかあれですけどね、せっかくなんで行ってみたいと思います。滝を見に行くっていうのは僕あんまないんでね、まあ、どんなもんかなって思いながら今走ってるんですけど、もう少しで駐車場に着きます。袋田の滝の駐車場は、無料の町営の駐車場が2箇所あって、今通ったのが第2駐車場、そしてもう一つ第1駐車場があって、さらにその先に行くと有料のね民間の駐車場があるみたいです。僕は駐車場に関してものすごくケチなんでね、この無料の駐車場に止めて、ちらほちら歩いていこうと思います。よし、じゃあ行ってみよう。よし、それじゃあ行ってみますかね。この駐車場から袋田の滝までは、大体ね1キロぐらい歩くみたいです。まあ、天気がいいんでね、いい散歩になるんじゃないですよね。行ってみましょう。うまそうじゃなーと思って。鮎もあるんですか。鮎は今ちょっともう少しで焼けますけど。なるほどね。帰りでもさせてくださいやった、団子手に入れた。滝の入り口に来ましたね。入場料300円で、こういうトンネルをくぐって滝に行くみたいです。かなり大掛かりなね滝なんですね。早速行ってみます。よし、それじゃあトンネル入ってみましょう。滝を見るのにトンネルをくぐるっていうのはなかなか変わってるよね。こっからエレベーター乗るんだね。こんにちは。はい。おー、すげえ。さあここは袋田の滝の展望台ですね。すげえ、目の前にすごい滝が広がってます。思ってたよりもでかいですね。本当に立派な滝ですね。滝の流れがだんだんとなっていて、でところどころ凍ってるのもこの冬の袋田の滝の景色なんでしょうかね。すごい、下の方はもうね横幅がすごいことになってます。本当に立派な滝ですね。トンネルとかエレベーターが整備されているのもなかなかすごいですね。立派な滝の見どころですね。ささあエレベーターを降りたら今度はねもっと近くで滝を見ることができるみたいですね。すげえ、滝がもう目の前じゃんカメラに収まりきらん。もうこっからだとね滝が一部凍ってるのもほんとよく見えるね。もっと寒くなったら全体的に凍るのかもしれない。ここまで迫力があるとは思わなかったですね。はい、黒田の滝すごいです。この辺は鮎が有名なんですね。ああ、福寺鮎とシャモですね。うん、おお、うまそうに焼けてるなすげえな。じゃあ鮎一つください。はい、中で人もあるから中で食べに来てください。本当、どうぞ持ってきますから。はい、うん、美味しい匂いにつられて行きは団子、帰りは鮎の塩焼きを買いました。見事な焼き加減ですね。いただきます。鮎の塩焼き、見た目がうまそうじゃなぐらいで買ったんですけどね、想像の数倍上をいく美味しさでしたね。焼き加減も塩加減も見事で、これはね本当に美味しかったです。もしね行かれた際に売ってたらぜひ買ってみてください。美味しかったです。ということでね、袋田の滝めちゃくちゃ良かったんですけど、今度はね茨城の町の方に行ってみますかね。しばらく走っていきます。今茨城のね南の方へ南下しているところなんですが、僕の Z の走行距離が今 139,999 キロ、もう少しで14万キロになろうかというところです。僕の Z ね買った時に4万キロだったんですよね。本当に Z33 が好きで長く乗りたいなと思ってたんで、走行距離が少なめでできるだけノーマルに近いやつ、それをね買ったんですよね。これでねようやく僕が買ってから10万キロ、乗ったということになりますが、どうでしょうか。もうちょいかな、14万キロは来るか来るか来るか、来ない来ない来ない、来たー14万キロです。14万キロおめでとう。よし、6年半ぐらいで10万キロですかね。14万キロになりましたけど、これからもねメンテナンスしながら乗っていきたいと思います。カスタムもしていってもっとね自分好みの車に近づけていきたいですね。はい、そんな感じなんですけど、これからねちょっとお昼ご飯を食べに行きます。茨城の街中になんかスタミナラーメンっていうのがねご当地ラーメンであるらしいんで、それを食べに行こうと思います。今は、田舎道ですね。田舎道をつきているところです。いやー Z 君これからもよろしくなということでね、スタミナラーメン目指して走ってるわけですけど、茨城にもセイコーマートがあるんだね。うわー寄りてーと思いながら、スルーしていきます。なぜならラーメン屋が閉まってしまうからです。後ろ髪を引かれる思いでね行きますけど、セイコーマートは北海道以外にもあるんですね。はい、ということで今日のお昼ご飯は茨城県にあるスタミナラーメンエムズさんに行ってきました。で今日注文したのはスタミナラーメンの冷やしですね。見た目はこんな感じになっていて、上にはあんかけが乗っかっていて、下にはねこう太めの麺が隠れています。で冷やしっていうのは麺のことみたいですね。上のあんかけは熱々で下の麺が冷たいという、そんな感じになっていました。でこのあんはねこう甘めなんですけど、ちょっとピリッとしているピリ辛な感じで、いろんな野菜も入ってます。白菜とかかぼちゃとか人参とかね。で変わり種はレバーが入ってるのがね特徴的でしょうか。本当にねその味付けといい具材といいスタミナラーメンっていう感じがしましたね。はい、なかなかね特徴的なラーメンで、茨城に来た時はねスタミナラーメン食べてみてはいかがでしょうか。スタミナラーメン N さん美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ラーメンうまかったです。ちょっとピリ辛なこともあって食べてたら汗をかくようなそんなラーメンだったんですけどね、本当確かにこう元気になるようなそんなラーメンですね。いや、うまかったです。さあ、朝の団子と鮎とラーメンでお腹いっぱいなんですけど、これからね、マイワイ市場っていうなんかいろんなお土産物を売ってるところがあるみたいなんで、そっちに行ってみます。さあ、今茨城県の大洗に来ました。で、ここですね、大洗マイワイ市場っていうところです。ここに寄ります。よし、なんかね、茨城は干し芋が有名って聞いとるんで、干し芋をね仕入れようかなと思いますね。よし、それじゃ行ってきます。はい、到着しました。大洗のマイワイ市場です。そうそう、この辺りも海沿いなんですね。海の近くで、フェリー乗り場もあったりするような、そんなところですね。茨城はね、海にも面してますから、いろいろとこうドライブスポットもありそうですね。さて、芋ですね。お目当ての芋を買ってきます。大洗のマイワイ市場です。行ってきます。ガールズパンツァーのなんかすげえラッピングバスみたいなのがありますね。ここは聖地なんでしょうかね。結構なんか広いですね、この市場。なんかアウトレットみたいになってますね。はい、ということで大洗のマイワイ市場で干し芋と、あとこの辺の団子屋さんのみつ団子を買ってきました。これね、干し芋すごいね。一つこう干し芋コーナーがあったんですけど、もうずらっとね、いろんな種類の芋があって、しかもその裏側にもあってですね、茨城の人どんだけ芋好きなんだろうって思うぐらい、めちゃくちゃたくさんの種類の芋がありました。これは今晩にでも食べようかな。で、団子は今1本いただきます。うん、優しい味です。うまいっす。蜜ときな粉の味がうまい。さあ、今ね、昼の3時ぐらいかな、なんですけどね、日が暮れる前にね、筑波山も走りに行きたいなと思うんで、これからダッシュで山へ向かいます。あ、蜜がこぼれるほどたくさんついてるということですね。それじゃあ食べたら走っていきましょう。よし、出ていきますか。いや、茨城は美味しいもんがよくあるね。うん、しかしね、茨城の人は常日頃から干し芋を食べようんだろうかね。あまりにも干し芋の種類が多かったからさ、ちょっとその辺が気になったわじゃあ今度はね、走っていきますか。筑波山に着く頃には夕方頃になるかもしれんけど、まあそれでもね、行ってみましょう。ずっと走らせていきましょう。峠へ向かいます。さあ、だいぶ日が傾いてきましたが、目の前に見えている山が筑波山でしょうか。山も近づいてきました。なんとか間に合いそうですね今日はね、もうほんと誓って昼寝はしてないですからね。はい、順調に走ってますよ。またセイコーマートを通り過ぎていきます。セイコーマートの誘惑にも負けず、今日はね、いろんなところを走り回ってます。茨城県ね、海から山からいろいろありますから、もう少しで通りに入ります。さあ、今筑波山登ってるよ。ここはね、激しい段差があるんだ。ありすぎじゃろうがちわきょんがんはあまあまあいいでしょうね、ゆっくり走りゃいいわけだから。でもゆっくり走っても布団なんだけどどうすればいいんだ。しかしこれ Google マップ君、これ道合ってんのかこれ。ナビを使ったらこれだよすげえ道なんだが、ああ、もう全然グリップしない。もうレフも入れねえとダメだなこりゃ。はい、ということで、なんとか筑波山メインルートに入ってきました。ここから頂上まで走っていきましょう。いやー、久しぶりだね。行くぜー。生の筑波山だ。うわー、眩しい。あー、頂上からちょうど夕日が見えるかもしれんな。楽しくなってきたぜ。よし、到着ですね。頂上のつつじが丘駐車場です。よし、到着。はい、日が暮れてきたわけですが、なんかね、今あのロープウェイがあるじゃないですか。あれで上の方まで行けるみたいなんですね。ほら、今ちょうど戻ってきたロープウェイがあるんですが、あれでね、上の方まで行けるみたいなんで、今日はせっかくなんでね、ロープウェイに乗ってこう上から景色を見てみようかなと思います。よし、それじゃあロープウェイに乗ってきます。頂上の四谷山駅まで参ります。今ロープウェイで頂上まで上がってきました。今ね、夕日がすっごい綺麗な時間帯ですね。めちゃくちゃ綺麗です。遠くにはね、あれが富士山も見えてますね。すごい綺麗で、左に行くと関東圏のスカイツリーとかもね、見えるみたいです。あともちろん山も綺麗に見えてます。すっごいな。もうちょっとしたら日が暮れると思うんで、またね、夜景も見てみます。やばい。すっげー綺麗。筑波山からの夜景です。ほんとすっごいな。よし、そろそろ降りようかな。さあ、今日の宿に到着ですね。今日はね、久しぶりにホテルに泊まります。ウッディホテル筑波山です。いやはい、ということで今日のお部屋はこんな感じ。ちょっとね、木のぬくもりがいい感じのお部屋ですね。ああ、今日はここでゆっくり休みます。乾杯しましょう。今日は茨城よく走ったね。今日はね、恵比寿の長いやつにしました。乾杯。茨城に乾杯。今日長いのにしたのはね、今日の日付が12月24日クリスマスイブだからですね。今日は奮発しました。で、コンビニ行ってビールとあとケーキをね、買おうとしたんですけど、僕そういえばさ、お昼にさ、これ買ったんだよね、干し芋。そういや、俺干し芋持ってたなーつって思い出してさ、ケーキ買わなかったんだ。クリスマスイブにね、干し芋っていうのは渋いね。知ってるか、豆。クリスマスっていうのはな、全国のケーキ屋さんとフライドチキンのお店の店主が過労で倒れる日なんだぜ。ただそれだけなんだ。渋。メリークリスマス。はい、今日は茨城を走りましたけど、明日はね、茨城から千葉の方へ走っていきたいと思います。関東ドライブも終盤になりましたけどね、気合い入れて走っていきますな。気合い入れて走ろうな。メリークリスマス。それではおやすみなさい。